私たちは箸を使って食事をしたり、ペンで文字を書いたり、洋服のボタンをかけたりします。このような手指の動作は、普段の生活においてとても大切です。手指と脳は重要な関係にあります。脳には手指につながるたくさんの神経があり、手指をたくさん使うことで脳細胞に刺激を与え、脳の活性化へとつながるのです。今回の測定で使用する磁気センサー型指タッピング装置 UB2 は、親指と人差し指を繰り返し開閉するタッピング運動を測定することで、脳の状態を推測することができます。リズム感や運動量などを平均値と比較できるレーダーチャートや、タッピング回数などを表示します。それでは測定の流れをご説明します。測定はたったの4ステップです。まずはじめに磁気センサーを指先につけて、次に測定の準備です。準備が終わったら練習を始めます。測定項目は両手同時と両手交互の2種類です。測定後結果をお伝えします。次に測定の注意ポイントをご説明します。ポイントは3つ。1、タッピング時の指について。センサーをつけていない3本の指は中に閉じてください。2、開く幅の目安について。指を開く幅はブロックの短い方の4センチを目安にしてください。3、テンポについて。同じリズムでできるだけ早くできるように意識しましょう。それでは測定を行います。測定は両手同時、両手交互の2種類の動作を15秒ずつ行います。測定時間はたったの30秒です。ぜひ無理のない範囲でお気軽にお試しください。測定の結果についてご説明します。レーダーチャートでは細かい項目の結果が表示されます。15秒間でどれだけ早く動かせたか、指を開くとき閉じるときのスピードの差などをもとに総合得点が表示されます。波形表示では左右の指タッピング回数、指の動きが表示されます。これらの測定結果は印刷が可能です。お持ちいただき今後の参考にしてください。いかがでしたか？初めてでうまくいかないことがあるかもしれませんが、回数を重ねて続けることが大切です。普段から手指を動かすことを意識して脳を活性化し、元気に過ごしましょう。